実は足が長い。胴体の中に足の骨が隠れているため短足に見える。ペンギンは仲間を突き落とし、海に天敵がいないか確認する。この行為をファーストペンギンと呼び、世間では勇敢な行動と称賛されているが、覚悟も決まらぬまま突き落とされているだけ。ペンギンは2つ卵を産んだ場合、1つは捨てる。自分の子供が途中で亡くなると他人の子供を拉致する。古代ニュージーランドには人間よりもでかいペンギンがいた。現在のニュージーランドには世界最小のファーリー